これは何をご提案するためにやってるんですか？これは本当は鉄板上に乗せると、はい、そのままバーベキュースタイルでできるっていうので、なんでちょうどキートキーの間に隙間開けておくことによって風が通る。おお。食べるんやったら向くけど。あ、あんな感じで鉄板を置くわけですね。あ、なるほど。うわ。うん。うわ、すごい。すごいです。はい。杉の上にですね、鮭を乗せて、このままこちらの中で焼くと燻製のように仕上がるそうです。楽しみですね。すごい熱量です。魚介類もいい感じです。近くに市場があるということはいいですね。はい、次の花材マーケットのテーマ、これで鮭が杉の板に乗せて焼くと燻製のように仕上がるそうです。楽しみです。すごいですね。おー、アワビもいい感じです。やってないですよ、バーベキュー。マジでほんまに出かけてないです。